だったらここで会えてよかったよ。さっきまで余興でクソガキ、これが俺の本来の姿だ。これを見ろ、これでも俺に勝てるとひねり潰してやる。あいつのステータス、嘘、レベル78。ハルくん、こいつ数値がおかしいよ、逃げて。もう遅い、俺を本気にさせたことあの世で悔やめ。よし、終わりっと。土いじりコンプリートレベル10。やったよ。あるテスター、見てくれ、ついに農民スキルオール10になったぞ。すげえな、お前この前漁業レベルも10になってたじゃん。あれはお前の手伝いしてたから。いやいや、漁師の俺より高レベルっておかしいだろ。そん時も俺よりじゃんじゃん釣り上げてたもんな。オール10ってもう超一流農民じゃん。多分成長促進っていう恩恵があるからだろうな。あー、恩恵持ちすげー羨ましい。ん？農民スキルは統合？やってみるか。ん？自然を愛する者へと進化、世界から寵愛を受けるってなんだ。おい、攻撃力見ろよ、73612だとよ。ものすごい数字になってんじゃん。ほんとだ。あ、そんなことよりこれオートの位置に納品に行かなきゃ。え、ドラゴン？さ、まるで歯が立たない。一旦静け、体勢を立て直す。一瞬でいい、注意をこっちに向ければ。高速草刈り野菜バージョン。お、今のは何だ。一体何が。まさか弾け飛ぶとは。そういえば攻撃力上がったんだっけ。自分でもびっくりだな。うるさい、黙れ、止まれ、どけ、邪魔だ。ガキ、痛い思いしたくなかったらその女を放せ。てめえ、おとなしくしろ。お遊びは終わりだ。オーバーダークネス。ちっちゃい掘り起こし天地返し。ハルくん、どうも。貴様何者だ。俺は農民だ。農民だ。農民ごときがどうやって俺の技を跳ね返した。ん、ああ今のは天地返しといって表層と深層の土を入れ替える技だ。
ずっと同じ土を使い続けていくと土の栄養や微生物が減ってきて病気になりやすいからな。まあよっぽど深く根を張る野菜以外はここまで掘り起こす必要はないんだが、そうだな、野菜にもよるが、だいたい30センチメートル前後が平均で。なこと聞いてねえ。死ね。ぶねえ。はあ。じゃねえか。さては俺の邪魔をしていたのは貴様か。だったらここで会えてよかったよ。さっきまで余興でクソガキ。これが俺の本来の姿だ。これを見ろ。これでも俺に勝てると、ひねりつぶしてやる。 あいつのステータス、嘘、レベル78。ハルク、こいつ数値がおかしいよ、逃げて。もう遅い。俺を本気にさせたこと、あの世で悔やめ。様、一撃で。さて残りは。あれ